なんと座り心地の良い玉座だ。あの無能なリマ四世に座らせておくなど、つくづく惜しいことをした。リゲル帝国がこのバレンシアを支配した暁には、わしはソフィア王としてこの城に君臨できるのだ。そのためには何としても反乱軍どもを叩き潰さねば。一時は壊滅寸前まで追い詰めたというのに、あやつらめまた息を吹き返しおった。大じきこの城まで迫ってくるというではないか。一体何があったのだ。申し上げます、土星様。ソフィアの森で反乱軍のフェルナンを捕らえました。なんだと。フェルナンといえばあのクレーベの右腕ではないか。その男がなぜそんなところにいる。さあさっさと歩け。話せ。俺はもう解放軍ではない。何、お前反乱軍を離脱したというのか。どうやら詳しく話を聞かねばならぬようだな。なんだと、マイセンの孫。ああ、クレーベは当初の理想を見失ってしまった。老いぼれた英雄の名にすがり、その孫をリーダーに祭り上げたのだ。あのような解放軍などもうどうなろうと知ったことではない。さあ殺すならさっさと殺せ。孫だと。そうか、そういうことか、ルドルフめ。ああ、お前には関係ない。こちらの話。そうだな、フェルナン、お前はここで殺すには惜しい男だ。来るがいい。お前にふさわしい新しい主を紹介してやろう。新しい主。おい、どういう意味だ。ソフィア城、とうとうここまで来たんだ。ああ、やったなアルム。さあ胸を張って堂々と皆に命じてくれ。うん、さあ行こう。みんな、ソフィアの城を僕たちの手に取り戻すんだ。あれが解放軍。なんだ、田舎者の集まりではないか。ええ、おっしゃる通りでございます。あのような輩、リゲル帝国随一の将軍であるベルクト様の手を煩わせるまでもございません。我が親衛隊の戦いをどうぞ高みからお楽しみください。そうさせてもらおうなあ、リニア。私は戦などとても恐ろしくて見ていることはできません。冗談だよ。では私はこれで。ああ、お前に貸し与えた竜の盾の力見せてもらうぞ。お任せください。おい、お前フェルナンと言ったな。はい。
解放軍の新たなリーダーはアルムというそうだな。そいつが平民だという話は本当か？本当です。クレーベをはじめ皆英雄マイセンの孫だと信じていますが。愚かなことを。貴族は貴族に、平民は平民に生まれつくものだ。羊は獅子の王にはなれはしない。その通りです、ベルクト様。ソフィア騎士団のクレーベか。我がリゲル帝国にも名を響かせる猛将であったはずだが、そのような過ちを犯すとは。解放軍の終焉もそう遠くはなさそうだ。そうなればこのソフィアは我々リゲル帝国の。リニア。はい、何でしょう、ベルクト様。待っていろ、リニア。俺はルドルフ陛下の後を継いで皇帝となり、やがてこのバレンシア大陸全ての王になる。そしてお前はその皇妃だ。楽しみだろう、ベルクト様。私はどうやら始まるようだ。せいぜい楽しませてもらうぞ、アルムとやら。反乱軍の虫けらどもめ、よくぞここまで来られたものだ。だがお前たちにこのわしが倒せるものか。行け、スレイダー。騎兵隊を率いて奴らを蹴散らすのだ。僕に任せて。
たのを実感するな。うん、いけるよ。僕は負けない。ではない、こんなところで死んでたまるものか。何、スレイダーがやられただと？くっそ、ラックどもめ、覚えておれ。わしは退却する。お前たち、あとは任せたぞ。Yeah.
守られてるような気がするよ。なんとか勝てた。どうせ口ほどにもない。ベルクト様、いかがなされます？この城にいる我が手勢では話にならん。撤退だ。ソフィアの森の本体と合流する。お前も来い、フェルナ。はっ。あるのか。覚えておいてやろう。同勢の軍勢が撤退していく。僕たち勝ったのかな。ああ、そうともハルム。とうとうソフィア城を私たちの手に取り戻したのだ。本当に？やった。やったぞ！これも全て私の活躍のおかげと言いたいところですけど、お礼を言わせてくださいな、ハルム。この勝利は新たなリーダーとして皆を率いてくれたあなたのおかげですわ。そんなことはないよ、みんなの力だ。でもさ、結局ドゼーもスレイダーも逃げちまったな。ロビン、お前空気ぶち壊す天才だな。いいじゃねえか、とりあえず喜ぼうぜ。グレイ君の言う通りですよ。確かにあの二人を逃したことは痛恨の極みです。でもソフィア王国の象徴たるこの城を取り戻すことは我々解放軍の第一の目標だったのですから。そうだな、リゲル帝国が介入してきた今、これで戦いが終わるわけではないが、今はただこの勝利に酔うことにしよう。クレーベ、僕もそう思うよ。みんな本当に頑張ったんだから。よし、では行こうか。城の人々も解放軍の英雄をお待ちかねだぞ。英雄って僕のこと？ちょっと待ってよ。みんな聞いてくれ。ここに我々解放軍の目標であったソフィア城の奪還は達成された。だが首謀者であるドゼーは自分の砦へと逃れ、リゲル軍も相変わらず国内に留まっている。真にソフィアを解放するにはドゼーを撃ち、リゲル軍を撤退させることが必要だ。そこでアル、なんだい。この解放軍のリーダーは君だ。アル、君の意見を聞かせてくれ。僕の意見？それはこのまま城にとどまり防戦に徹するのも一つの手でしょう。それともこちらから打って出るのか、どちらでも私たちは君の意見に従いますよ。部下、僕は今までラムの村から出たことがなかったんだ。だからこの戦いで初めて自分の住んでいる国がどういうことになっているのか知った。
噂話で聞くのとは全然違う。本当に苦しんでいる人がいて、傷ついている人がいる。でもみんなと戦っていくうちに、自分の手でそういう人たちを助けられることも知ったんだ。僕は前に進みたい。一人でも多くの人を少しでも早く助けたい。浅はかな考えなしな意見かもしれない。でも僕は戦いたいんだ。ソフィアを取り戻すために。みんなついてきてくれるかな。アルム君。もちろんですわ、アルム。では決まりだな。諸君、我々解放軍はこれより北へ進軍し、ドゼおよびリゲル軍を撃退する。なんかかっこいいな、アルム。のんきなこと言ってんじゃねえよ。アルムのやつ、リゲル帝国と戦争するっつってんだぜ。でもソフィアから出てってもらうだけだろ。そんだけで済めば世話ねえよ。どんどんとんでもねえことになってくな。なんだよ、俺の顔になんかついてるのか。いや、グレイ、お前こうなることを分かってたんじゃないか。はあ、なんだそりゃ。だって昔からよく言ってたじゃないか、アルムは俺たちとは違うって。あれってもしかしてこういうことかと思ってさ。あれはそんな深い意味はねえよ。どうか、俺は今そう思う。やっぱりアルムは俺たちとは違うんだな。誇らしいけどなんだか悔しいな。ロビン。おお、お待ちしておりました解放軍の皆様。わしはソフィア国王に長くお仕えしていたものです。どうぞこの城のことなら何なりとお聞きください。ありがとう、助かるよ。城に来たのは初めてで何もわからないんだ。マイセンじいさんからいろいろ話は聞いているけど。マイセンとは、あのマイセン将軍のことで。うん、僕は孫のアルムで、じいさんは昔城に仕えていたんだよね。そうですが、妙ですな。将軍のことはよく存じておりますが、ご家族などいらっしゃらなかったと。え、ご老人、何を言うのだ。このアルムはれっきとしたマイセン卿の孫で。いいえ、わしは確かにご本人からお聞きしました。わしには妻も子もおらぬと。そんな、じゃあ僕は。アルム、気にすることはない。このご老人は何か思い違いをしているのだ。お、うん。お待ちしておりました、アルム様。どうぞこの階段をお上がりください。バルコニーであるお方がお待ちです。え、あるお方って。それは申し上げられません。さあ早く。誰だろう。来たか、アルム。じいさん、どうしてここに。さあどうしてであろうな、アルム。随分と立派になった。村を出ていろいろなものを見たのであろう。あ、僕挨拶もせずに村を出てしまって、その悪いとは思ってるよ。でも後悔はしていないんだ。今解放軍のリーダーを任せてもらっててさ、南の砦もこの城も僕たちが取り戻したんだよ。だから、アルム、今さらお前のしたことを責めはしない。わしが聞きたいのはただ一つ、お前に覚悟があるかどうかだ。覚悟。そうだ、歩み出した以上お前の運命は止められはしない。しかし
誰もがお前の行く道を祝福するわけではないだろう。立ち塞がる幾多の困難や思いもかけぬ悲劇、人が何かをなそうとするとき、これらは避けられないものだ。多くの者の命を背負い、思いを受け止め、それでもソフィアを、いや、この世界を救うために戦い続ける覚悟がお前にはあるのか。ああ、じいさん、僕は難しいことはまだよくわからない。でもたとえ誰に何を言われても、自分の力でソフィアを取り戻したい。僕が何をどこまでできるのか、精一杯やりきってみたいんだ。そうか、あいつと同じ目をしている。血は争えんな。え、あいつって。それは直にわかることだ。じいさん、あのさ、さっき変な話を聞いたんだけど。うわっ、なんだ。おお、民衆たちが英雄の姿を一目見ようと集まってきておる。アルム、こちらへ来なさい。よーく見ておくがいい。この人々の思いを背負い、お前はこの先も歩いていくのだ。それを決して忘れるでないぞ。こうしてソフィア城はノゼーの手から解放され、人々は若き英雄の登場に歓喜した。しかしそれはさらに辛く苦しい戦いの序曲に過ぎないことを、この時のアルムはまだ知る由もないのである。申し上げます、ソフィア城が解放軍の手により奪還されました。ソフィア城にいたベルクトはどうした？撤退し本隊と合流されたと聞いております。おお、情けない。皇帝陛下直属のリゲル騎士団ともあろうお方が、わしの妖術軍団ならこのようなありさまにはならぬものを。ジュダ殿、無礼であろう。いいえ、そのような、わしは真実を述べたまでのこと。その解放軍のリーダーはアルムと言ったか。はい、ソフィア騎士団のクレーベに代わり最近就任したと聞いております。そうか。